皆さんこんこにちは、K、スペックのムーです今日はこちら4月13日に発売しましたシルクブレーズのウィングミラークワッドモーションを紹介してみたいと思いますスペックでこちらのクワッドモーションなんですけれども純正で例えるとこのミラー部分になりますこれアッシュなんですけどこれそのまま付け替えるだけなんですよ取り外してこれを付けるという。 でこのミラーの中にはこちらのように LED が仕込まれていますで点灯パターンは4つの点灯パターン流れるあと点滅といった配線によって変更ができるアイテムになりますそれで従来は3つの点灯パターンだったんですけれども4月13日に発売しましたこちらのウィングミラークワッドモーションは4つへと点灯パターンが進化をしましたクワッドというのは 英語で四つという意味なんです。では、こちら四つの点灯パターンをぜひご覧ください。一つ目は。L. E. D. が全発光で点滅したアクションとなっています。二つ目は。ミラーの中心から外に広がった発光アクションです。三つ目は。ミラーの内側から外側にかけて。順番に。 点灯する発光アクションですそして新たに加わった4つ目は全点灯して内側から外側に順番に消灯していく点灯パターンになっていますシルクブレイズウイングミラークワッドモーションには4本のプラス配線がございますそちらの4本のプラス配線のうち1本をドアミラーのプラス配線につなぐことで 点灯パターンを切り替えられるようになっていますそれでは早速やってみたいと思いますまず青色配線からつなげてみたいと思いますこちら点灯タイプになります続きまして白色配線をつないでみたいと思いますこちらシーケンシャルワンのアクションになります 続きまして赤色配線をつないでみたいと思います。これはシーケンシャルアクション2タイプになります。で最後に黄色配線なんですけども、こちら黄色配線をつなぐと新しく追加されたシーケンシャルアクション3のタイプになります。シルクブレーズ、ウィングミラー、クワッドモーションの取り付け方につきましては、 こちらの動画をぜひご覧くださいそして実はシルクブレイズウイングミラークワッドモーションにはさらなる特徴があるのでそちらもご紹介していきたいと思いますまず一つ目は純正のブラインドスポットモニターをそのままこのウィングミラークワッドモーションの方に移植ができます 純正のブラインドスポットモニターをここに移植して配線をつなぐだけで簡単に移植ができますので純正の機能を損なわず装着ができますそして2つ目はこちらウィングミラークワッドモーションにはヒーター機能がついていますので配線をつなぎ直せば曇り止め防止にもなります3つ目はこちらのミラー ブルーレンズを採用しています純正と見比べても一目瞭然青みかかったこのブルーのレンズがドレスアップ効果を演出してくれますまたこのブルーレンズは防弦仕様になっています夜間後続車のライトが当たっても眩しくないようになっていますそして最後4つ目は広角レンズを使用しています 純正ミラーのレンズと比べこちらのウィングミラークワッドモーションのレンズは局面がついていますのでより広範囲を映し出すことができます。はいというふうにこちらウィングミラークワッドモーションはさまざまな特徴がありましてやはりウィンカーまたハザード点灯時にはこのように流れるといったシーケンシャル機能もついている魅力的な商品になっています。 でまあ、4月13日も発売したんですけれどもこちら価格が税別万円になりますで今の設定している車種なんですけれども30アルファードそして30ベルファイア60ハリアあと80ノアボクシーエスクワイアそして新型のラブ4こちらでラインナップしておりますので機能満載のこちらシルクブレーズウィングミラークワッドモーション ぜひ皆さんよろしくお願いします。